トイハタクリユー8月1日から1943年4月18日は、日本の海軍軍人、海兵51機卒、海軍工事件で戦死し、1階級特進で、最終階級は、海軍大佐。1903年8月1日、香川県白鳥本町で農業を営む父、トイハ吉と、母、元の6人兄弟の、第五子,子、三男として生まれる。 大川中学校を経て、1920年8月26日、海軍兵学校第51期入校。同期に、小園安明、山本雄二、大井厚志らがいる。豊橋は、兵学校の前後数クラスで軍を抜いた秀才であり、将来を職望されていた。しかし、人柄は一見鋭さを感じさせないもので、思考に集中しているときは、口元が閉まらずぼんやりしているように見え、 特に体力的に恵まれていたわけではなかった。しかし、全校生徒が参加した未戦登山競技では1位となった。1923年7月14日、海軍兵学校51期を主席で卒業。将位候補生。練習官、岩手乗組。1924年12月、海軍将尉に任官。戦艦長と乗組。1926年9月。 第15期飛行学生着任、横須賀海軍航空隊付、水上規模艦、の塗料乗組、霞ヶ浦海軍航空隊教官、1928年12月30日、井上重則の娘、千代と結婚、1929年、フランス駐在日本大使館付部官補佐官、軍令部付国際連盟代表図員として、ジュネーブ軍縮会議に同行。 1932年、横須賀海軍航空隊分隊長、豊橋の考案した92式爆撃小純機が採用される。1933年12月1日、海軍大学校を入学。1935年10月、主席で卒業。豊橋は、空母の飛行機は全部集め集団として使用し、総合的に攻撃力を発揮すべきとした、教官だった。 小沢わ三郎は、俺に、航空戦術を教えてくれたのは、山岡光つと、夫、畑栗雄、それから木田達彦という、軍令部第一部第一課部員研出士、品方面艦隊研第三艦隊参謀、県中品派遣軍参謀、古爆によるパネー号事件が起こる。重型爆撃では、敵も迎撃するが、爆撃機と戦闘機で向かっては不利だから敵戦闘機の、 燃料が十分でなくその燃料が途切れるまで待ってから、爆撃を敢行するトイタターン戦法で戦火を上げ、なく子も黙るとトイハシの舞台は、新聞で取り上げられ、有名を轟かせた。1938年12月、連合艦隊参謀、部下の作成した書類を細かく訂正することで知られた、吉田前後連合艦隊司令長官もトイハシの、作成したものを訂正することは、 ほとんどなかった。1939年11月15日、海軍中佐に進級、第15航空隊飛行長。1940年11月15日、海軍省軍務局第1課 A 局員。1941年12月8日、太平洋戦争回九1942年11月20日、連合艦隊航空,空参謀。百四十三年四月十八日、 山本56連合艦隊司令長官に随行し、前線視察のため訪れていた、ブーゲンウィル島上空で、上気、一式陸上攻撃機を、アメリカ陸軍航空軍、P、P-38 戦闘機に撃墜され戦死し、海軍大佐に特進した。問い橋の戦死が知らされると、若手将校たちから、長官に代わりはあるが、問い橋に代わる人材がいるか、日露戦争において、 日本海海戦を大勝利に導いた秋山正幸参謀に匹敵するとも言われる逸材を失った海軍の損失はあまりにも大きいとの声が上がった。現打術はこの人に全海軍の作戦を預けて存分にその明快極まる脳みそを働かせてもらいたかった。この人がもっと長く生き残りもっと働ける立場にあったならば太平洋戦争の様相は もっと変わっていたかもしれないという。高島博史氏、ソロモンに散った、連合艦隊参謀伝説の海軍軍人、トイハタクリ不要処房出版。トイ橋の長男長女が協力。長男は、トイタン AB、ブーゲンビリアの花、前書き、高島博史氏、ソロモンに散った、連合艦隊参謀伝説の海軍軍人。 トイハタクリウフ要処防出版28から29ページ。ヘレンゴ艦隊作戦室から見た。太平洋戦争 P138。帝国海軍鹿入門 P133。文言ビリアの花 P46。高島博史、氏。ソロモンに散った。連合艦隊参謀伝説の海軍軍人。トイハタクリウフ要処防出版323ページ。AB。提督、小沢千三郎伝。 P26、最後の鳥で P232AB、陸海軍召喚人事相乱海軍編、P232、ありがとうございます。